はい、皆さんこんにちは。榊敦でございます。2時20分を回りました。暑い。千代田区26度で、この日は29度やん、お前。なんでこの日の方が暑いんやろ。日がさんさんと照ってるんですよ。もうカーテン閉めてるんですよね。日が照ってるところは暑いわ、ほんまに。ほんまに。ええー、ね。いや、なんかやっと過ごしやすくなってね。ああ、これからええ季節やんと思ったらですね、ちょっと暑いですね。まあ、この程度だったらいいんですけどね。冷房入れるほどでもないんで。さて、9月30日金曜日のですね、2時20分を回りました。日経平均相変わらず低迷でございまして、マイナス 527.41 ですね。ドル円がね、止まってますよ。 144.67 で、なんでやろうっていう感じですけど、どっちにも動いていない。ドルウォンはね、今日はね、まあね、面白い動きをしまして、1433.79 で、まあ一生懸命ね、ウォン高にやろうとしたんでしょうけども、努力虚しくですね、戻されています。あ、ちょっとこれ見てみよう。コスダックとね、コスピ見てみますね。コスピ、ああ、マイナスに転じましたね。マイナスのですね、0.73 で、まあ別にこう、マイナスというか、まあまあ、うにゃうにゃしてると。朝方はマイナスやったんですね。それがちょっと戻したという感じです。コスダック。コスダックはもう動きなしですね。675で、これも朝方マイナスだったのをちょっと戻したという感じです。香港。香港も動きなしですね。プラス14で。その他もほとんど動きがない。今日はじゃあこのまま平凡に終わりそうな感じがします。さて、そのウォンの国ですが、こうハンギョレというですね、左派系のメディアにこんな記事が出てます。ソウルのマンション価格、ここ10年で最大の下げ幅、18週連続で下落と。えらいなんか暴落してるような雰囲気があるんですけど、よう読んでみると全然そんなことないですね。まあまあ、行きましょうか。韓国不動産院の週間マンション価格動向、ソウル-0.19%、首都圏-0.25%、ここ10年の週間最大下げ幅を記録と。0.19 下がったら、ね、動いてるのと一緒やんと僕は思うんですけど、まあまあ、そこになんか意味があるんでしょうね。はい。これしかしね、この写真すごいわ。もうタワマンがね、こう群れになっているという、ようこんなん作らせんなっていう話ですね。真ん中の方のマンションタワマンしか見えへんやんって話ですね。まあ、その要するに、まあ、感覚は日本とは多少違うんでしょうね。金利引き上げ、景気萎縮などの余波でマンション価格の下落幅がさらに拡大している。ソウルのマンション売買価格はここ10年で最大の下げ幅、首都圏のマンション売買価格も2012年5月の相場調査開始以来最大の下げ幅を記録した。29日に発表された韓国不動産院の週間マンション価格動向によると、今週過去26日現在のソウルマンション売買価格は先週に比べ 0.19% 下落した。先週のマイナス 0.17% より下げ幅は拡大しており、2012年9月最終週-0.21% の調査後、10年間で最大の下げ幅だと。週単位で18週連続の下落だと。まあ以下、まあ続きますけど、要はね、下げてるというのは事実なようでございます。行って見てきたわけではございません。私ずっと日本にいますんで、僕ね、ソウル行ったらね、逮捕されるかもしれん。なぜかというとね、あの国ではね、あの国が定める歴史以外のことを喋ったら逮捕されるんです。私、行さん YouTube やってるでしょ。いや、あんまり覚えはないんですよ。あんまりその、お隣さんの歴史について喋った覚えはないんですけども、でもね、膨大にこう、動画を上げてるわけですよ。もう1000本以上は。年に1000本ぐらい上げてるんで、1000本ちゃうちゃうで、1000本で聞かへんわ。この前ね、見たら8000本ぐらい上がったんですね。今、多分だから1万本に近いよ。そんな全部把握できひんやん。で、歴史の話もするんで、その中にはですね、お隣さんの
国のですね、こうご意向に沿わない歴史も喋ってるかもわからん。アン・ジュコンはあのテロリストやとかって言うたらですね、言ってますけど、捕まれそうな気がするんです。ね、あの国ってあれでしょ、僕から見たら、法治国家ちゃうやんと思うから、嫌やん、そんなそんな知り合いの先生がそんな、俺は向こうにはいっぱい弁護士の知り合いがおるから大丈夫やと言って、ちゃうって、そういう問題ちゃう。あんな一回捕まったら何がどうかあるか分からへんねん、行かへんやし、行かへんねん、行けへんねん、ソウルというか、あのお隣さんもね、中国も僕行けへんねん、行ったらいつ逮捕されるか分からへん、いやいや、そんな別に行きともないしって、別に行って何があるわけでもないでしょ。あの美味しい韓国料理も美味しい中国料理も日本で食べられますからね、行く意味ないやんと思ってしんどいし、はい、行きません。まあ、そんなん言えんですけど、ソウルのですねマンション価格が下がってるというのはですね、いろんなニュースを見ていてですね読みます。でほぼ確実ですね、これね、こんだけあの行って見てきたわけではないんですけども、いろんなニュースで出ているのを読んでいきますと、あ、下がってるなという感じですね。でなんで下がってんのって言われたら、そんな上がりすぎたからやっていうのが一番の答えではないかなと思います。あの上がりすぎた不動産はいくつかは下がるんですね。で日本も今上がりすぎてまして、あんなこんなんありえへんやんというような値段で今取引がされてるんですね。でもそれもいつかは下がります。お隣さん下がり始めまして、中国も下がり始めています。また中国はなかなか信頼できる統計がないんで、はっきりとは出てきませんけども下がっています。まだ下がってない、下がったというふうな声が伝わってこないのがですね、香港と台湾なんですね。この2つはまだ下がりませんね。シンガポールも下がってるという話聞きませんね。まあでも世界的にこう高金利というか金利が高くなってくればですね、下がるでしょうね、きっとね。でいずれ日本にもやってきます。日本ってだいたい世界の動きから一回りから二回り遅れるんですね。で今が下がり始めというふうに考えたら、一回りというのはまあ1年か2年なんですよ。1年かな、いや来年の今頃は下がってきましたねと言うてるかも分かりません。だいたいこう今は説明できないくらい高くなってますんで、不動産屋自体がこんなんでほんまにお前君買うのとか言いながらこうやってハンコついてるんですよ。ですから、あのなんていうの、あのいずれは下がるんですよ。まあそれも合ってるっていうだけの話ですね。でソウルはすでに下がり始めてきたと。ハンギョレね、ちょっともう申し訳ないけど晴れませんのでね、探してくださいね。ソウルのマンション価格、ここ10年で最大の下げ幅下落と。これ確かね、ヤフーニュースに出てました。僕今日出勤途上でですねスマホを見てまして、これ見つけて、どこがこんな書いてんのと思ったらハンギョレでしたね。まあまあ、 あの下がり始めたということですね。はい、いや蜂が入ってけへんか見てるんですよ。まだ入ってくるんですよ、蜂。いやいや、ほんまに。もうね、まあいいですけど。まあ、これはほんときまして。また、見てみましょう。ドルウォン相場でございました。あおー、1431。今日はね、かなりね、韓国銀行頑張ってるんちゃうかなと思いますね。気合入れていくぞみたいな感じで、絶対1450は来させへんねんとかって、そういう気合が見えますけど、どっかから資金手当をしたんでしょうかね。多分そうだと思いますよ。あのどっかからこのドル使えとか言ってね、ごそっとこう、ドルが来たんでしょうね。でそれで今一生懸命ですね、ウォン防衛をしています。その割にはですね、円は平凡です。ほぼ動いてません。 144.676 と。やっぱり円と、ね、ウォンってね、こう同調する場合もあればですね、ウォンだけが下がるっていう場面も最近は多いような気がしますね。しかしこうやってね、あちょっとだいぶ、あとうとう1430割れまして、1429とかって。このね、大台を割ろうという動きになるんですよ、あの介入というのは、私が見てるとね。でもまたすぐ戻されるんですよ。ずっと買い続けられたらいいんですよ、ウォンを。でも瞬間芸でしかないって。あ、また戻されてますね、1430に。赤いやんっていう感じです。そのウォンの国でですね、マンションが下がり始めたというお話なんですけど、まあまあしばらくは下がり続けるんではないでしょうかね。あのお隣さんはね、どこかで止まると思います。でも中国はね、止まらないでしょうね。
というか、ものすごい供給過剰であるというのがですね、今表面化しつつあるわけであって、中国の場合はね。だからそれがこう中国の場合は不良債権の整理に5年ぐらいかかるんちゃうかなという気はしますね。はい。ということで晴れません。ハンギョレ、ソウルのマンション価格ここ10年で最大の下げ幅という記事でございました。はい、皆さんどうもありがとうございます。